藤ランドでーすさあ今日はですね4月の4日今夕方6時回ったとこなんですけど本来なら生配信の日なんですが、えー、まあちょっと細かく「藤ジワランド」を見てくださっている方は分かっていらっしゃると思うんですが嫁らんさんが今にも第2子生まれそうなお腹でございまして本来なら生配信をするんですけど今日はですねちょっと、えー、まあ 本当にいつ陣痛が来てもおかしくないような状態なので今日は、えー、安静に夜を静かに過ごしたいなと思っております、えー、まあ急に「休みます」だけ言うとご心配なされる方もいるので、えー、このような動画を撮らさせていただいております <laughs> はいということでね今日はちょっと生配信休みますので <laughs> はい嫁ンドさん一言皆様に。 まだ生まれておりません。しかし。生まれると思います。もうすぐ。はい、<laughs> ですので。ええー、まあ、ちょっと今夜はゆっくり過ごさせていただきます。はい。はい。そんな感じで。